どうも高井です。老いない体、若返りの可能性、iPS 細胞。私はこの本読むまでの基本知識として、老化するというのはどういうことなのか。それは、人の細胞が繰り返し分裂していって、老いた細胞からまた分裂していくっていう現象を聞くから老化が起きる。この例え話にコピー機の話があるわけですけど、一番若い細胞を原子とします。コピー機に原子をセットして、でピッて押すと下からコピー用紙が出てくるよね。そしてセットした原子は捨てます。捨てるっていう状況が意味わかんないかもしれないけど、これは人の体においてアポトーシスって言われる、自壊するんですね。自壊しなきゃその細胞はがんになって人の体に悪い影響を及ぼしてしまうんですよ。で、自壊することによってそれは起きなくなる。残ったコピー用紙、それが10枚、100枚、それはどれぐらいかわからないですけど、細胞増殖っていう現象でそれを増やしていく。で、増えたコピー用紙をさらに原子構内に乗せて、またピッて押すわけです。すると、コピーのコピー、原子コピーと言ったらいいのかな。原子構内にセットしたコピー用紙のさらにコピーが増えていくわけ。これを繰り返して細胞増殖が行われていく。当然コピーの原子構内に収まっているものはどんどん年齢を増していって老化していくよ。だけど現時点では老化を止める手段はなかったわけですよね。私の今までの知識でいくと、老化は止められないかもしれないけど、中のミトコンドリアっていう細胞だけは活性化できるっていうのはサプリメントとかの知識を得てできたことなんですけど、 iPS 細胞はちょっと違うみたいで、今から読んでいきます。私たちの細胞内でそれらの遺伝子群を活性化させれば、細胞を若返った状態でにできる可能性があります。ところがネズミを使ってそうした実験を行うと、分裂が活発になりすぎてがんになってしまいます。そこでアメリカカリフォルニア州にある早期研究所の研究者たちは、この遺伝子群を外部からの薬剤でコントロールできるように短い期間だけ活性化させる方法を編み出しました。老化が異常に早く進む早老症と呼ばれる病気のネズミを使って実験したところ、がんを発症せずに臓器の機能が改善し、細胞老化の兆候である分子の出現も減ったそうです。正常な年を取ったネズミを使って実験した場合は、筋肉と膵臓に傷を負わせた時の修復が何もしなかったネズミと比べて早くなったと述べられています。ただしこうした実験はあらかじめ遺伝子に加工して外部からコントロールできるようにしておかなければいけないので、人間で行うことすらできません。薬だけで細胞を若返らせることができたら良いのですが、それはなかなか難しそうです。まだ改良の余地、もうちょっとかかるかなっていう感じですけど、それらの iPS 細胞を使って私たちの究極の目的みたいなものの不老不死には近づいたんじゃないかなと思うので、現時点ではサプリメントによって私たちは若返りならぬアンチエイジング、ちょっとした肌の若返り的なものが期待できるんじゃないかな。今後10年20年かかるかもしれないけど、 iPS 細胞に期待するのは面白そうかなって思ってます。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。